西。まだ来てない側だね。あら、ゲートがあるけども、通れ？通れたー。ああ。パサー。パサー。なんという演出。あれ、人とは無理か。ごきげんよう。ウォッシュのカーウォッシュへようこそ。ああ、なるほど。ガソスターとかの洗車するあそこか。私は、メースウォッシュ。私どもが世界に誇る最高峰の洗車設備を味わうために遠方からはるばるお越しいただいたようですね。そうですよね。体の痛みも心の痛みを和らげてくれる丁寧なブラッシング。神々しい滝で身も心も洗い流されたら、最後は豪華で柔らかなタオルで復帰復帰。と、電力があれば申し上げるのですが、ないのか。ああ、困った困った。私どもの発電機は何しろポンコツなもので。しかも私の助手がはしごをどっかやってしまったようで。俺の二段ジャンプで何とかならないかい？これはこれはノボさん。大変申し上げにくいのですが、発電機はまだ壊れたままなのです。ああ、なんとかあそこまで登って発電機にショックを与えることができたらなー。ああ、困った困った。なんか C ボタンを押して、なんか電気的なものをチュンチュン出して、ショックを与えることができる人がいたらなー、チラチラ。本当はここら辺でシャワーとか、これもグイーンって動いて、ブラッシングしてくれるんだろうけども。助手、ブラムキンス。もう一体どうやってあのショートしてる発言機を直せばいいんだ。あんなとこまで優しさと登れほど俺は若くないんだぞ。全く端がどこに行ったんだ。ちょっと俺のジャンプでは無理そうだね。お、隙間あるじゃん。あ、なるほど。こうやって登っていけば、反対側も行けるかな。ここだね。お、これは宝箱か。カードを見つけた。何カードだろう。後でメニューを開いて確認してみよう。チュン。お、電気が通ったぞ。おお、水も出た。ブラシも。ちょっと俺も浴びておく。ああ、気持ちいい。これで電力が戻りました。ノボさん、あなたがやってくれたのですか？私、この場で宣言いたしましょう。ノボさん、あなたはウォッシュのカーウォッシュの永遠の友であります。この瞑想ウォッシュは、これ以上の喜びはありません。それではこれより、究極のウォッシュ体験 DV。ここ、心身の若返りをご堪能いただきましょう。大丈夫？それドメスティックなバイオレンスじゃない？これはここを通るためのイベントだったんだね。あとはカードを一つゲットするための。ファンいるか？ああ、ナノクリーナーのノバ。任務を楽しんでるかい？それは素晴らしいな。カードを見つけられないって？そうか。ヒントラインスペシャリストであるこの私が無料でヒントを与えてあげよう。うむ。掃除が必要な人をもっと探した方がいいよ。そうだな。なるほど。進行度に合わせてヒントをくれんだね。私たちヒントラインスペシャリストはこんな時こういうのだ。You can do it! 諦めるな。私が今いる場所を忘れるなよ。暗記法は DNC だ。DMC なら知ってるけど、ドルフィンネバークライ。それあれだよな。デビルも泣くだろうの方のDMC のパロディーかな。の頭文字だが、ドルフィンパーカーウォッシュ。イルカは洗車場の近くの頭文字にもなるぞ。まあ、この場所を目印というか覚えておきましょうってことかな。これは、あれかな、中央から通った時に最初は降りずにスルーしたところだね。おお、ここ。おお、何これ、すごい。すっごい降りるよ。大丈夫？なんかピクピクしてるけども、落ちちゃった？なんだろう、このゴーレム。スコップでかっ。岩のような生き物が息を切らしながら体を震わせている。体を動かすのに苦労しているようだ。かわいそうすら感じる。死ぬまで働いてしまったのだろうか。高いところにある家から落ちてしまい、ああ、やっぱり誰も助けに来なかったのだろうか。でももしかしたら、ただ本当にただの岩なのかもしれない。
棚の錯覚が、もしくはセンターが置いた小粋な小道具の可能性だってある考えてないでもうちょっとなんか喋りかけてあげて。俺はジェフ、ノア、お前の噂を聞いたことがある。なのだその檻から人々を解放してくれるってな。だが俺のことは放っておいてくれ。このまま崩れ去って風に飛ばされ美しいビーチの砂にでもなれたら本望だ。道具を取ったら本望だ。ダメだ、俺は消えることなどできない。掘らなければ本望だしな、掘り続けなければ本望だしな。しかし何のために。俺はジェフだが、俺はどうしてここにいる。自分の存在意義がわからなくなった。優しい風がノバの体を包んだ。ノバは考えを巡らせた。ジェフは長い間ここを掘り続けていたに違いない。何年も、もしかしたら何十年も。ノバには時間の尺度というものがよくわからなかった。しかし何年も休むことなく同じ行動を繰り返し、全く変化のない人生を歩むのは一体どういう感覚なのだろうか。なんだろう、生き物なのにまるでロボット、コンピューターのように、あなたはこれをするためだけのものってプログラムされて、それしか実行できないかのような。あとどれくらい掃除を続ければいいんだろうか。なぜ俺は掘ってるんだ。ホモだから。俺にはチェケラが必要だ。目的が必要だ。頼むノバ、俺に思い出させてくれ。なるほど、一応自分のやることは分かってるけども、なんでそれをするというか、体は覚えてるけども、ちょっとプログラムに欠損というか、分からなくなっちゃったからってことかな。さて、スパークを放ち、ダイブしよう。ペコリーノ座ってるとかわいいな。チュンチュンチュン、お、またグレーがいるね。次元ダイブ、黒は避けて。なんか下ばっかりだね。あいつが第一的なというか、かがんでいるからなのか、下しかねえいますよ、行きますよ、行く行く。スル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 、お尻でツン。全身根幹症候群、理想を求めている気持ちがかつてないほど強くなり、ついには太陽にまで手を伸ばした。ん？どういうメッセージだ。ジェフ、アグリサイド。なんだろう、クダ、それとも木か。お、石碑くんだ。この豊かな町の物語があなたを高みへと連れてってくれますように。花崗岩34歳、岩場川子は愛されし小学校の先生。子供たちを育てることで我々の未来を守ることができると信じていた。邪悪な生徒などいない。悪いことをしてしまってもそこには常に原因があるんだ。なんだこれは、お墓か。また思い出す感じかな。ジェフだ。違った、ストーン幼虫。成功の秘訣は信じることさ。僕はこの塔を育って祈ることで自分の信念を行動に移している。いつの日かきっと太陽まで届くんだ。まあ、最初にあった太陽まで手を伸ばした動向ってあったね。手みたい、根っこってより。まさに手を伸ばしている。このままどんどん登っていいのか。登った後に逆側行って降りていくのかな。僕の理想はこの塔を育むこと。他の目的なんてない。ただこの塔が生きながらえて維持されていれば、僕はそれだけで幸せなんだ。これはアグリの、ジェフのアグリじゃねえか、ジェフの元々というか昔というか、忘れてしまった記憶かな。ストーニー9歳、元気なムードメーカー。君が私たちにもたらしてくれた笑顔、そのすべてを懐かしく思い出すだろう。このお墓っていうのもなんだろうね。アメシア10歳、ジェフ町長、ジェフ、シリコの愛されし娘。あまりにも早すぎる別れだった。はあ、毎日君に思いを馳せる。俺に娘が。
もしかしたらね、ジェフがママだったのかもしれないよ。鍵か。ここ BGM じゃなく風の音っていうのがまたね、物悲しさというか、雰囲気出てんね。そして敵もちょっとさ、ノバもだし、セピア色というか、やっぱ過去の記憶、そういうのだからかな。ホスファー50歳、最高の農家。農業で彼女の右に出る者はいなかった。あなたが母なる大地に抱いていた愛を私たちは忘れない。ノア、この人たちは俺にどういう関係があるんだ？俺が知りたいわ。埃かぶったお墓。しばらく忘れられていたってことが。ルーティア44歳、輸入品チーフマネージャー。寂しくなる。街だ、街が見える。少し思い出したぞ。俺はこの町に住んでいたのか？普段の赤いやつとちょっと違うしね。これは敵か、それとも。いやいやいや、おおっと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 。敵だろうね。話しかけられないし。これで下のところは進めるようになったね。回復をし、上にも進めるけど。幼虫、君の人生は美しい瞬間というものを生み出したことがあるかい？僕はその時が来るのをずっと待ってるんだ。苦しみながら、この塔が成長するのを待っている。いつの日か、この卑劣な世界が美しく輝く瞬間が来るんだろう。待ってるだけじゃ、なんだろう、成功というか、いい結果は生まれないかもしれないぞ。シリコ46歳、ジェフ町長の夫であり、夫、あ、ジェフママだった。アメシアの父、あまりにも早すぎる別れだった。君と一緒にもっと時を過ごすべきだった。ジェフ町長、ノバ、これは俺のことかもしれない。この人たち、最初は混乱したが、少しずつ思い出し始めたぞ。下はまだ行かなくていいのか？ちょっと気になるから、鍵穴のところだけ先、ぶっ刺してこよう。下も進めるね。これは敵を全部やっつければ。よし。痛い痛い。岩にはダメージがあるんだね、それぞれ。四角いやつだと一発でやれたけど。で、ここで、ノバはカードを見つけた。お。なるほどね。ストーリーに直接関係ないかもしれないけども、コンプのためには、寄ってないといけなかったんだろう。今ゲットしたのはどれだったんだろうね。ゲットしたらすぐにこうやって読んでおかないと、どれが今ゲットしたやつか分かんなくなるね。まあ多分この、ジェフのやつかな。パリセードのカード。突っ込むなよって言ってたね。で、上に戻ってきて。この塔はどこまで育てばいいのか、その美しさは終わりを迎えるのか、そんな意味のない質問に費やしてる時間はないんだ。育て、育て、育て、育て中だな。もうそろそろ終わりかな、雰囲気的に。ジェフ42歳。かつては栄えていたこの農業の町の町長であり、そして救いようのない愚か者。おや？地面を掘り回し、自身の手を汚してこの町を滅ぼした。え？孤独に死ね、化け物。ノバ、俺はかつて町長だったようだ。俺の町民、俺の家族、彼らは死んでしまったのか？俺のせいで何が起きたんだ？頼む、
掃除を続けてくれ。力を取り戻さないと。この死因というか、なんだろう、その生前のことに気にしてる状態であそこにいるのか。その表の世界というかね、穴に落ちてたし、そしてあのでっかいダストがないんですけど、去りますか。え、お掃除、あれ、まだ行ってないとこある。あれ、出てきた場所がさっきの上のところか。あれ、なんかさっきと雰囲気が全然違うぞ。ルーティアの店と書かれている。さっきの上のところにこんなのがあったのか。なんか視点変更ができない。できるようになった。アメシアとシレコとジェフの家。中に入ることはできなそうだね。ストーニーに秘密基地、悪いキノコはお断りと書いてある。あれ、降りることができなくなってる。登らないとか。いけそうだね。よいしょ。こうなったのか。 FF7 みたい。この背景は固定されてて、自分がねすごくちっちゃく見えて消えかかった標識にはジェフ町長のオフィスと書いてある。その下には避難勧告と書かれた色あせた紙がある。これは何だろう。ノバはこの家の中に奇妙な力を感じた。まるでこの家の中に地震で入ることができそうな気がした。フラグー、珍しいパターンだね、今回のは。一つのところで終わらず。色がついた。ああ、さっきのが記憶で、これが